ステファニー・フォン、ホーエンツォレルン・ジグ・マリンゲンは、ホーエンツォレルン・ジグ・マリンゲン皇王カール・アントンの長女で、ポルトガル王ペドロ5世の王妃。全名はドイツ語で、ステファニー・ヨーゼファ・フリーデリケ・ビルヘルミーネ・アントーニア、ポルトガル語で、エステファニア・ジョゼファ、フレデリカ・ギリエルミナ・アントニア。1837年7月15日、カール・アントンとその日で会ったバーデン対抗カールの娘。 ヨゼフィーネ・フォン・バーデンの間に、第二種として、クラウヒ・エン・ウィースで生まれた。兄にレオポルト・フォン・ホーエンツ・ツオレルン・ジグ・マリンゲン、弟に、ルーマニア国王カロル一世がいる。1858年5月18日、同い年のペドロ5世とリスボンで結婚した。しかし、ステファニーは、ジフテリアを患い、1年後に、リスボンで急世した。子供はなかった。ペドロ5世も、 その後再婚しないまま、1861年に、これらに罹患誌死去。大位は、王帝ルイス一世が継承した。ありがとうございます。